で、今月の6月の20日の日に、ほっと立ち上がろうとしたら、もう言語障害、言葉が出られない、左手、左足はあもう動かないし、それで、あこれはもう自分で脳梗塞をやったんだなというのを分かりまして、すぐ救急車を呼んでいただいて、そして、福岡の病院の方に入って、そして検査の結果は、血管の一番細いところである、ラクナ酵素という診断が出まして、処置が早かったためか、いわゆる血清溶解の点滴をしまして、5時間後には言葉が出るようになりましたけど、そしてその後徐々に、手と足のもう回復をして、初めは車椅子、それからバス場で、そして、退院がですね、6月20日に、発症しまして、そして7月の15日にはもう退院していいだろうということで、退院しまして、7月の20日から、まあ、自分でもリハビリのつもりですと思って、開業をまた始めまして、ぼちぼち患者さんを見ながら、自分で、扱ってますけど、どうも言語障害はもう取りましたですけど、手とこの足がですね、まだまだちょっと沈和しまして、特に階段を降りるときが怖いものですから、一方の踏み出しがですね、ちょっと踏み出して少し行くと、ちょっと歩いてない、それはどっちがどういうふうに割れていくかおかしいですね。向こうに向かって右左足はどっちですか。こっち左です。左に左手です。右は全然どうでもいい。右はどの方向ですか。で、左足左腕ですか。そうですか。じゃあ向かう。そして歩き始めはちょっと脳の中でこうバランスを考えながらせると足がこう出らないんです。それで血をついて、あとはこちらに足を通りてら歩き方をやります。じゃあこっち座ってください。座って、寒いですか。ええ、見えます。はい、見えます。秋吉先生、右の脳梗塞ですね。そうです。で、左の、そうです、麻痺ですね。あと失語ですね。はい、言葉が、失語障害でした。その時はもうあったんですけど、血清溶解剤を点滴このそげるのか入れてもらってですね。そして、あれは6時間以内ですもんね。そういう6時間過ぎたらもうそれができないから、もう、もう決して、もういわゆる脳梗塞はもう時間が決めてるって言われて、それで処置が早かったんですよ。そして、それで自分の人生がこれで終わったと思いましたもん。はい、そういうか。で、ちょっと、キネシオロジーは勉強したんですか。キネシオロジーはしました。グッドハートもありました。しました、まあ、キネシオロジーでは治療はできないですけど、まあ、私はそれを応用したんですけど、それはオーリングもできました。それは、まず上から見れば右ですよ。右の脈管機能障害、右の脈管機能障害で出るのは右側で出るんですよ。いつものあれでいくと、右の脈管機能障害の影響は右で出てる。で、今実際には右の脳梗塞系、脈管機能障害と脳梗塞系のつながりは今 10% です。だから脈管機能障害が脳梗塞を起こす、そのずっと前、今回は今朝とおっしゃったけども、今回は1、2、3、4、5、5日前です。5日前に脈管機能障害を起こしてるんですよ。右側で、脈管機能障害って起こってて、それは動脈、静脈、リンパもそうですけど、その肝ですよ。肝のシステムのトラブルが起こってたんです、5日じゃないから。起こってて、で、今朝、それが脳梗塞という形で顔を出したんですよ。で、今、脈管機能障害で探す限りは右側ですよ。
松島というのは脳梗塞の影響を受けるわけじゃなくて、松島というのは脈管機能障害です。脈管機能障害でいくと右側ですから、上から下まで右側です。松島ですよ。頭皮は見ると左側に動きます。右側が動いてない。どうぞ、来てくださいね、左側はこうです。ここの動き、ここが前に行かない、これは行きます。それから首ですね、首は左側、右側ないですね、左側が、まあ、あります。でそれで今度は立って、はい、大丈夫ですか。で今度は腕ですよ。ダンプ普通にして、これを取ると普通にダンプしたんですよ。普通にして、お、抜けてますよね。抜けてる。こちらは抜けてない。さてだ。呼吸は動いてる。座って。これが今。病気はというのは脳梗塞、右側で血管が、小さいのが細いのが詰まったことによって起こっている状態ですよということだけども、その前にそういう状態になるのがすでにもうありましたよとっていう、これは今起こっているのは脳梗塞というのは6月でしたから、6月何日ですか。6月何日でした。6月20日です。しっかり6月20日、6月の20日の1ヶ月、2ヶ月前、6月、だから4月です。4月の、もう、というのも3月の末です。3月の末に脈管機能障害が、はい、右側で起こってたんです。それがあって、放置することで、結局詰まって脳梗塞になった。だから脳梗塞になる前に、すでにもう1年も2年も5年も前から、脈管機能障害っていうのはもう起こってるんです。そういう状態があるんです。それがあるとき突然パッとそういう問題を起こすという、それは脈管機能不調が起こすと脳梗塞だけじゃなくて脳出血もそうです。そういう血管系の問題を起こすんですけども、脈管系ですけどというのがあって放置することで、だそれが普段からチェックしてれば、あ、おかしいなと、でそれが、分かれば、じゃあそれが解消することをやってれば通過しできたんですよとか、それが分からないで放置することで結局脳梗塞という状態になっちゃったということなんですけども、で今見ると右側の脈管系の障害があるのは今回じゃなくて3月の末に起こったのがまだ残ってるという状態ということは、その後倒れた、脳梗塞で倒れることになったんだけど、その前に2ヶ月以上前にあった脈管系の障害がまだ治ってないんですよ。それが原因という、そのもっと前に起こってたのは四肢骨です。四肢骨のトラブルを起こすと、そのうち重力バランス軸のトラブルを起こします。で四肢骨が、は左の第一子中足骨の筋部の内側 INP、 先ほどと一緒でしょのが先にあって、それが起こすことで放置することで今度は重力バランス軸がずれて、それは右 EX の P です。でそれがトラブルを起こすことで脈管機能障害を起こしたんです。で第一子中足骨、ここが遠位部ですよね。こっちが第一結束骨、これがこの前が筋位部、この内側です。これが内側、これが外側ですから、これ何でしょう。中足骨がこれ、これジョイントがここにあるでしょ。ここがジョイントここ。ジョイントここです。あ、ここですか、ね。ここが第一結束骨、はいはい。ちょっとしてますよね。はい、第一結束骨で、こいつは中足骨ですね。はいはいはい、これがここに引っかかりがあります。中足骨のこの近くここです。これを IL の5度後ろで手を伸ばしてきて。でしっかり止めて、今ので1,2,3,4,5割良くなってるということ、うん、じゃあ何が5割良くなってるか、じゃあ足下ろして、で今度歩きます、立ってそのまま歩いて、
かけられましたね。一歩かかるな。足が軽くなりました。左右差がないんですね。いっぱい味で。一歩かかるな。はい、はい。おお。上がりが。そう、上がりだしたね。はい、これ引きずらない。引きずらないですね。いいよな。いい、いいよ感じですね。はい。ちょっと左右のバランスがまだ、ちょっとですね。どうですか。はい。足が軽くなりました。で、座って。これが5割ですよ。で手上げて。まだ頭の中で、なんか重たいような、それから呼吸はちょっと浅いような感じ。うん、しっかり。左の上下、右。上がね、腕がちょっと詰まってますよね。で、それは重力バランス軸の EX5P。はい。一緒。はい、も一緒。はい、も一緒。ですから、今度は重力バランス軸ですよ。で、今度は足を上に。もっと前。そう、ここ、こうですね。重力バランス軸は右 EX5P。右 EX5P ですから、胸骨。胸骨を右 EX5P。右 EX5P。胸骨を右 EX5P。で、手上げて。で、これで。1,2,3,4,5,6,7,8,9割ですよ。もう9割と出てる。でどうなるかもう大体分かってるわけですよ。で降りて。あ、手は触れます。あ、今度は手が動いた。手が動いたしたわけね。手が動いた。で、こうどうですか。力が入ってきた。杖を。感覚はちょっと。杖を振って先との違い。杖はもういりますね。杖はいらないな。はぁ、こんなに違うのか。引きずりが。ないですね。ない、ないですね。だいぶ違う。じゃあ、こっち座って。で手を挙げて、これが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですよ。これでしょ。全然足が家まで走って帰れそうですね。もうだいたい 100% いいみたいですよ。あ、今ので、あ、今のですね。スワーッとしました、うん、ですよ。だから一番正直なのは本人がね、うん、そういう意味においても体だけじゃなくて、もう本当に明日からやる気があるかどうかっていうことに関しては本人しか分かってないわけだから、本人が言うことが真実であって、こちらがいくら言おうがダメですよ。本人が100って言わないと、今100、うん、100です。 OK です。今 OK です。その目的でやったわけですから、今はもうエネルギーが出ました。で、どうでした今体験してみて感想は。もう来てよかったです。